どうやら朝の体操に恐ろしい二人がいるようです。はてさて、皆さん大丈夫？素晴らしい今日が来た、昨日の次だ。みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2の3。ではいただきます。いただきます。木曜日の朝ごはん、意外なことに人々は落ち着きを取り戻していました。昨夜あんなことがあったのに、なんだか不思議な感じです。どうやらあの恐竜は危険なものではないようです。そもそも日本に恐竜を取り締まる法律は今のところありません。突撃レディ23号、こうして無事恐竜のニックネームが決まったよ。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうやら悪の博士はまだキリシマストアの前にいるようです。気になるよね。おや、工事中の通行止めがなくなっているようですね。恐竜が通って壊したのかな。ふいふい、ふふい、
ふふーい、ふふーい。排水溝があるせいでここから先へは進めません。どうすればいいのかな。
水門が邪魔でここから先は行けません。水門を下げることができれば通れるようになるのかな。ふふい、おや、工事中の通行止めがなくなっているようですね。恐竜が通って壊したのかな。ふふい。霧島ストアの前で悪の博士を大発見。一体ここで何をしているのでしょうか。博士は町の人々が恐竜を恐れなくなったことをとても怒っていたのです。お買い物
そしてしんのすけ。こっそりしっかりついていく。どうやら扉の鍵を開けたまま行ってしまったみたいです。怪しい形の建物がありました。博士はここに入っていったに違いない。研究所の中にいたのは博士だけ。そしてしんのすけはなんとも不思議で妙竹林な博士のダンスを見てしまう。それは彼がタイムマシンを操り恐竜を現代に呼ぶ時の大切な踊りなのでした。ふわふわパウパウとわとわチリチリラ行を抜いて心に浮かべてタレルイラムマレシロンロデカゴヨラレやってこらい。すべては一瞬の出来事である。今度こそ我が輩の巨大な力の前に人々はひれ伏すはずだ。こうして2匹目の恐竜が現代にやってきたのです。そして恥ずかしいダンスと恐竜を呼び寄せる一部始終をしんのすけに見られてしまった博士は、自分の秘密が外の世界に知られないよう、しんのすけを夏休みの世界に永遠に閉じ込めようと考えた。私はお前をもう二度とこの町から出さない。お前はここで過ごす夏休みの一週間を永遠に繰り返すのだ。永遠に繰り返すって、おじさん、悲しいことでもあったの？泣きたければ泣くがいい。
もうそろそろ帰る時間だぞ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、いい風呂だな。夜は外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから声をかけてね。クイクイかけたぜ。僕を愛した彼はそれでも十分満足なのでした。ある日、西の高い山の方から、ふうふう、通行止めはなくなったけど、夜の工事現場は危ないよ。近づかないでおきましょう。通行止め近づ。夜、彼は世界で一番強い恐竜でした。だからもうやりたい放題。仲間を追いかけ回して怖がらせたり、イエーイ！帰る時間だよ。おとなしく寝るのよ。おやすみな。